機関車トーマス木星レールシリーズのお話、一緒に走ろう祖道島の夏休み編。ここは機関車トーマスと仲間たちが暮らす祖道島。機関車たちのお家ピドマス機関庫でトーマスとパーシーとニアがおしゃべりしています。トーマスとパーシー、もうすぐ夏休みが来るね。ニアが言いました。夏休み？トーマスとパーシーは興味津々。ニアが答えます。夏休みは夏にとる少し長めのお休みのこと。夏休みはたくさんのお客さんが祖道島に来るからとっても忙しくなるよ。いつでも出動できるように転車台をチェックしておかないといけないね。うわあ、それは楽しみだ。トーマスとパーシーも喜びました。早速みんなを集めて準備をしなきゃ。おーい、みんな早速準備を始めよう。ゴトゴト、あれれ、どこかで音がします。早速友達が来たようです。誰が来たのかな。大きな青いボディが見えます。上の方には煙突も見えます。ということは機関車なのかな。これは一体誰かな。あ、ゴードン。そう、これはゴードンでした。ゴードンは力持ちだから準備でも頼りになるね。トーマスたちも大喜びです。ガタガタ、おや、またどこからか音がします。どうやらまた別の友達がやってきたようです。誰が来たのかな。茶色いボディが見えます。四角みたいな形かな。木でできているように見えます。これは一体誰かな。あ、トビーだ。そう、今度はトビーがやってきました。トビーがいるとみんなで仲良く準備ができそうだね。またみんなで大喜びしています。ガサガサゴソ、あら、またまた音がします。新しい友達がまたやってきたようです。今度は誰が来たのかな。赤いボディが見えます。煙突みたいなものも見えます。蒸気機関車の友達かな。これは一体誰かな。あ、ジェームス。そう、ジェームスです。ジェームスがやってきました。赤いボディに金色のドームがかっこいいね。トーマスもとっても嬉しそうです。みんなはピドマス機関庫のあちこちを点検しました。トーマスは電車台に乗ってぐるぐる回ります。うわー、ぐるぐるしすぎて目が回っちゃうよ。トーマスの様子を見てみんな大笑い。トーマス、もっとしっかり点検しなくっちゃ。パーシーはたくさんのお客さんを迎えるのが楽しみで張り切っています。こうしてたくさんの仲間たちが集まったピドマス機関庫、あともう少しで夏休み。準備頑張ろうね、トーマス。おしまい。
木星トーマスの楽しいお話。どうだったかな？他にも遊びやお話が広がる楽しいトーマスの仲間たちやセットもいっぱい、特別に紹介しちゃうぞ。機関車トーマス木星レールシリーズは木のぬくもりと丈夫な作りが魅力。いろんな線路や車両などたくさんの部品が木でできているんだ。つなぎ目も大きいからレールもほら簡単につなげられちゃうよ。手押しで遊べて電池交換も不要。木を使っているから安全で安心に遊べるんだ。温かみがある優しい手触り、しっかりと丈夫な作り、だんだん風合いが増していくのも木製ならではの魅力だね。レールや車両の他にもトーマスのお話に登場する機関庫や駅を再現したプレイセットもあるよ。お話を考えたり、いろんな楽しみ方ができるね。トーマスが大好きなみんなにビッグニュース。この夏、木星トーマスキャンペーンを開催するよ。期間中、フィッシャープライスのロゴが入った木星トーマスシリーズ大きなトーマスを購入して、大井川鉄道のトーマス号乗車ツアーに応募しよう。詳しくは木星トーマスで検索。とっても楽しい機関車トーマス木星レールシリーズと、お片付けしよう、いつでも一緒大きなトーマス、たくさん揃えてみんなも遊んでみてね。